真夏のマラソンではありますが、この美少女たちの爽やかな空気を満喫しながら、それぞれ10キロ、5キロのマラソンを楽しんでいただきたいと思います。大先生お曲がりする自分の健康を維持するために毎日トレーニングしているということです。青森県のむつ市です、はい、とここは17回ですかね、連続には来てました、はい、いつも毎年シャハグで頑張ってます。沢内マラソンマスターズ大会5キロの部、荒川大会副会長のピストルを合図に一斉にスタートしました。ただいま5キロの部、女子の1位の選手がゴールいたしました。ナンバーカード552番、柴田選手です。いつもここはほら30度以上だからね、もうその頭あっからねだから、ああ今年も食べそうだめなと思ったけども、まあ30度以下だったから、思ったよりはあの走りやすかったですよ。はい、ありがとうございます。この天気暑くて大変でしたけども、気持ちよく走ることができました。はい、いやもう最高です。快感、まず体力の続く限り頑張れますので、西浜町をよろしくお願いします。小さい袋にあげて、ほら、はい、こっちだよ、ね、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。昨日までね、本当に雨降ったりして大変でちょっと心配したんだけど、昨日ちょうど梅雨明けということでね、今日のすっきりした真夏のですね、空の下、爽やかな風、ちょっと暑かったんですけども、本当に素晴らしい大会ができて大変嬉しく思いました。本当に来た人たちにもですね、喜んでいただきました。暑い、ちょっとスタート時点で27度ですか、走る方にとっては非常にちょっときつかったんですけども、でも風が爽やかだったんで、非常に走りやすかったかなとは思います。本当に嬉しく思います。ありがとうございます。また皆さん来年もぜひ来てください。ありがとうございます。